ごい綺麗な人だ。凛として雪景色が似合ってて。やっ、口ほどにもない奴らだ。やからは私が追っ払っておいたので、思う存分ゴミを投げてください。レナ先輩、目見たらこんないい寝顔になるんだ。ああ、なんか見てるだけ。起きた、殺伐とした夢であの顔に。よし、勉強勉強。私は図書委員です。え、許せば寝てても問題ないのです。寝てたの気にしてた。勉強中でしたよね。本当だ。勉強頑張ってください。はい、ありがとうございます。この問題を頭の中で解いたのかは無理だよな。同じ問題集やったことがあるとこかな。隣の夏川です。回覧板を届けに。先輩、四季と申す。どういう状況なんだ。違うんだ、これは。